日本の通産官僚。元日本貿易振興会理事長。東京市出身。1984年くんに当局実重光明。府立四中、一校を経て、1936年、東京帝国大学法学部を卒業し、同年商工賞入賞、商務局属。入賞同期に、小室爪を大堀披氏、皆川良造。 東住マ・秋山・武雄など。戦後、経済安定本部部員、通商局通商政策課長などを経て、石炭局長にて退官。同年ジェトロリ事木下参照経営企画部長、常務、専務を経て、1965年、三井物産取締役、1969年常務、1973年、副社長。 1977年に三井物産顧問。1978年7月から1983年9月にかけてジェトロ理事長。それまで関西財界の大物ポストであったジェトロ理事長ポストに関東の通産官僚出身者が座ったことで話題となった。村田が理事長ポストに座った理由としてジェトロ理事経験者であることや さらに、日本商品の安かろう悪かろうの悪評をなくして、ジェトロが輸出を増やそうと、盛んに宣伝、PR をしてきたが、それが1ドル200円を切って、輸入促進を図らなければならなくなったため、また、円高直撃を受ける、中小輸出企業、商社対策に輸出を促進することも、必要となったことも挙げている。戦後一貫して、 日本経済は設備投資を図り、ミシンカメラ、セミ、鉄鋼から、機械、輸送機器を輸出し、さらに石油ショックを技術革新による、省エネルギーで克服したが、ますます世界各国と貿易上、不均衡構造の世界を生んできた。そして1978年頃から目立って、形状的出張が問題となって、特に、米国、EC との貿易摩擦が、 初期段階にあった。そのため、米国や EC の議会による保護貿易的な動きに対して、一企業では到底対処できず、政府も立場上正面切っては言えない問題を、ジェトロが側面から宣伝、PR など調整、緩和する役割が期待されることとなった。1970年代以降、大企業主導型輸出になるにつれて、 勝者などとその事業内容が被ることも多くなった、ジェトロの不要論も出ていたが、それから脱却し、こうした時代の転換期のさなかに、同じく通算官僚であった、生駒マサムが副理事長に、村田が理事長に座ることとなった。理事長就任後の1978年10月2日、同年3月の輸入促進ミッションに対応する。 形で、米国対日輸出開発施設団をジェトロが初めて受け入れ、クレプス相手に日本市場を開放の鍵の贈呈式を催し、さらに同年10月12日から12月9日の間、米国製品の日本支線であるボーティックアメリカを迎え入れた。1978年10月。 対日輸出促進に協力するため、米国や西欧のジェトロセンターを中心にタスクフォースを設置、またエクスポートツージャパンデスクも設けた。1981年11月、対日輸出促進のための市場国際化推進事業を発足。1982年2月1日には、 市場解放問題に対処するための市場解放問題苦情処理体制の一環として苦情処理対策委員会を設置し内外のジェトロセンターに苦情受付窓口を設置した。ありがとうございます。